安打達成となります。キャッチャー送球してタッチはアウト、2アウトです。ノーボール2ストライクです。センターへ持っていった、大きな打球だ、頭上を越えた、バッターランナーファーストキャンバスを蹴った、バッターランナーは二塁到達、ツーアウトランナー二塁、バッターボックスには代打のバース。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。さあ初球は何か、しっかり捉えた、これは大きな打球、伸びていく伸びていく、入った、ホームラン、バース、さらにダメ押しの一発、ツーランホームラン、ホークス痛い一発を浴びています。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。代打に浴びた一発でした。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ストレート打っていった、これは大きい、入りました、ホームラン、掛布、さらにダメ押しの一発、ソロホームラン、ホークス痛い一発を浴びています。ホークス追加点を許します。相手主砲の一振りでした。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球は変化球から入りました、よく見ています、痛烈な打球、一直線、突き刺さった、石峰、さらにダメ押しの一発、ソロホームラン、ホークス痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ホークス追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスオマリー、まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうです。初球さらにダメ押しの一発、ソロホームラン、ホークス痛い一発を浴びています。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カーブが抜けてしまいましたね、失投ですね。はい、バッターボックス八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、初球ストライク、外れていきます。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、さあ何を選択してくるか、打った、ショート正面掴んだ、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。小宮山さん、残念ながら黒星を喫してしまいました。まあ、そうですね、ホームで負けましたんでね、ちょっと選手たちもねがっかりしてるでしょうね。明日の巻き返しに期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように日本シリーズ第2戦はホークス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。本日は最後まで